新鮮極まれない気分。じゃあ、今年の春で、10年連続でお墓参りをすることができた浅川真紀さんの歌を歌ってみようかと思います。どこにあるの？金沢。金沢、はい、石川県の金沢にあります。結構小さいお寺のね、本当 お寺の周りぐらいに並んでるだけぐらいの、はい、墓地の、故郷、生まれ故郷、そうですね、故郷はもうちょっと海の方なんですけど、あの小さな町なんですけど、お墓はね、その金沢市内に、はい、ありますね。この話をするとものすごく長くなっちゃうので、今日は割愛しますけど、まあ、1年目に行った時に違う墓にお参りしちゃったっていうことがあって、だけど、まあ、その行った時にすぐ気づいたから、おばさん、草むしりをしているおばさんのおかげで、気づくことができて、本当の浅川真紀さんのお墓に、もう一度お参りをして、ね、間違えちゃった墓石のお花抜いちゃったみたいなことをしちゃったんで、2年目からは、その間違えちゃったお墓と浅川真紀さんのお墓に花束を2つ買って、線香を供えて、もう謝罪のお参り、2年目は謝罪の、まあ、本当に申し訳ありませんでした。どこの誰か分からない明治二十何年の墓石に、そして浅川真紀さんにも、墓参りをしてっていうことを毎年続けていたら、もう今年で10年になっちゃったやつです。
すのだろうか。波止場に佇めば秋ももう終わりさ。違うんですよ。違うよね。完全に違うんですよ。こういう感じで。いいぞね。じゃあ最後の歌を。